んにちは、沙織です。今日は皆さん右手投げですか左手投げですか。私は右手投げなんですけど、ずっと同じ方の手で投げてると投げる方の手の方にこう崩れてきちゃったりとか、重心バランスとか気がつくとこっちでこう重心取ってるとか、そういう感じでちょっとこう歪みとかが出てきやすくなってくるかなと思うんですけど、で私もね結構ね服とか着ててもだんだんちょっとこういう感じでこっちの方が下がってるなっていうことが結構多く感じるんですけど、今日はねそこで体の歪みを直す方法の一つ、直すというか矯正していくというか、プロボウラーの方とかもこうやってる方とか、まあ、もちろんアマチュアの方とかも結構いるんですけど、普段投げてる手と逆の方で投げるっていうのがすごくねこうバランスをね戻すのにいいみたいなので、まあ、今日はねハウスボールで左手でちょっと投げてみようと思います。じゃあ投げてみます。はい、では私は右手投げなので逆側の左手で投げてみます。絶対リハビリでしょ。リハビリ？なんかすごい足が逆の足で歩かなきゃだから、どうやって歩っていいか分かんなくなる。どうやって歩く？え、どっちからだっけ？どっちからだっけ？後ろにあったいいね、なんか逆側って動かさないからすごい新鮮な感じおー、なんか撮ってみたい。どうやんの？これストライクでしょ。じゃあスペアはこうこうあファールしちゃった足がね横向きすぎちゃダメやな。左手むず、超楽しい逆の手で投げるの。あどこをどう狙えばいいの。まずまあ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 、一本取れただけでもよし。いやなんかこれもう本当やみつきになりそう。やばやばモザイクモザイク。というわけでちょっと投げてみました。すごい新鮮多分ね普段使ってない筋肉とかすごい使ってると思う。で足がねどっちから出してどう歩けばいいんだっけって感じ。あとフィニッシュとかいつも通り出しそうになって足が絡まりそうになりましたで、ね、それってやっぱり頭でもこう考えながら整理しながら投げられるっていうところもあるので、頭も使えていけるところだと思います。うん、すごい純粋に、ね、楽しかった。なので、まあ、私もねこれからね時々は左で練習の後とかにでもね投げたりして崩れたバランスをちょっと取り戻していこうかなと思います。では本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございましたこんなところで噛んじゃうありがとうございました。
もしこの動画が面白かったらグッドボタン、チャンネル登録と Twitter、インスタのフォローもお願いします。ではまた配信します。じゃあねー。